マリオ・エンゲルスは、ドイツとロイスドルフ出身のサッカー選手。スパルタ・ロッテルダム所属。ポジションは FW。2017年7月2日、エール・リビジのローダ・ JC に2年契約で移籍した。1シーズン目は、リーグ戦、出場21試合で1ゴールしか挙げられず、チームも2部のエールステ・ディビジに降格してしまった。降格したものの、エンゲルスはクラブに残留することを決めた。 契約最終年となった2年目、リーグ開幕説のヨングアヤックスでいきなり2得点すると、翌節のアルメルシティ FC 戦でも2ゴール。終盤戦こそ、負傷により離脱したが、リーグ戦、通算34試合に出場し、24ゴール11、アシストと素晴らしい結果を残した。リーグ得点王の座は、29ゴールを記録した、フレディドライフに譲ったが、24ゴールという記録は、 リーグ2位の数字だった。2018から19シーズン終了後、クラブは契約延長のオファーを掲示したが、エンゲルス自身がドイツでのプレーを希望したため、この話は破談に終わった。ローダを退団したエンゲルスは、2019年7月1日、SV、ザントハウゼンに加入した。2020年10月4日、スパルタロッテルダムに2年契約で移籍した。ありがとうございます。